神戸新開地。その一角に一軒の町の不動産屋さんがあります。はい、ありがとうございます。ルーグルホームです。はい、お世話になります。従業員はたった2人。この小さな不動産会社を経営するのが神戸出身の谷俊二さんです。昔田原さんが工事したやつやで。主な仕事は所有物件の管理とメンテナンス。この日は古いアパートの水回りのリフォームに来ました。自ら現場に入り工事を指揮するのが谷さんのやり方です。高さ2300。メジャーを持つ姿からは想像できませんが、谷さんは元エリート証券マン。ある出来事がきっかけで神戸に戻り、不動産の世界に飛び込みました。震災の時にね、ガスのライフラインの復旧から、水道とか電気とか工事なんかやったことないから分からへんじゃないですか。だから手元でも助手みたいな感じでやって、それで仕事を覚えていって、それに不動産業を入れてっていう形でやって、今の形になってるんです、復興事業で工事の技術を覚え、不動産賃貸へと拡大。今では所有物件400部屋、年商は 2.6 億円に上ります。そんな谷さんには別の顔があります。ここは谷さんが師範を務める谷道場。地元神戸の子どもたちを指導し、全国大会へと導いてきました。その自分の練習と、娘をね、空手を教えたいという気持ちで、小さいこれぐらいの広さだけで道場を始めたら、娘の友達一緒に教えてくれないということで、5人で始まったのが最初のこの谷道場の始まりなんです。子どもたちから月謝は取らず、設備もすべて谷さんのポケットマネーから。その分練習はスパルタでしたが、150人の子どもたちが谷さんを慕い通い続けました。この前結婚した子とか子供生まれてる子とかね、10何年もやればいろいろ歴史ありますよね。ちょびっとぐらいね、私が教えた空手が人生に役に立ったらなと思いますけどね、神戸の復興と子供たちの成長に情熱を注いできた谷さん。その熱き闘志は今ある場所へと向けられていました。6月、摩天楼をきらめく東南アジアのカンボジア。夜、高層ビルの屋上では富裕層が集まるスカイパーティーが開かれていました。さまざまな国籍の富裕層たち、その視線の先に谷さんの姿が。ありがとうございます。こちらの方が77階のスカイバーの、プールと、こちら完成しますと、このプールは世界で一番高いところにあるプールになりますので、ギネス、認定を、取れると思いますので。谷さんが披露したのはカンボジア一の高さを誇る建物、77階建てタワーマンションの建設計画です。高さはアベノハルカスを超える320メートル。首都プノンペンを一望するスカイバーや、小さい部屋でも広さ166平米以上という居住空間。さらにボーリング場や大浴場など贅の限りを尽くしたタワマンです。しかし、こんな壮大なプロジェクトを町の不動産屋さんが実現できるのでしょうか。
その答えはこのパーティー会場にありました。こちらは昨年2022年の4月に完成いたしました私たちのカンボジアのプロジェクトのジェタワトゥーコンドミニアム43階建ての42階の、ね、スカイプールスカイバーになります。やっぱすごいですよね。もう本当の神戸 の下町の下町 の賃貸屋さんが、カンボジアに来ればナンバーワンですよね。はっきり言わせます。ナンバーワン のデベロッパー開発業者やれてるってことは本当ギャップがありすぎますよね。この会場も谷さんの実績の一つだったのです。すでに富裕層たちの信頼を勝ち取り、現地でミスター J タワーと呼ばれる有名人になっています。宴から一夜、街の姿が見えてきました。内戦などの影響で長年アジア最貧国と呼ばれたカンボジア、タイやベトナムなどに遅れは取ったものの、ここ10年ほどで経済が大きく成長、都市部は様変わりし、高層ビルが雨後のタケノコのように乱立してきました。そんな中、国内第4位の高さを誇るのが谷さんの作った J タワー2。夜パーティーが開かれていたのはプール付きのスカイバー。住んでいるのは世界の富裕層です。また24階には高級ホテル並みの住人専用ラウンジ。日本人の富裕層の姿もありました。私実際ここ住んでみてクオリティがそのカンボジアとは思えない。谷さんはこのほか3つのマンションを建設、どれもプノンペンの一等地に立地しています。神戸を離れカンボジアドリームをつかんだ谷さん、しかしその道のりはとても険しいものでした。カンボジアに来たきっかけは、神戸でビジネスパートナーだった弁護士に誘われたこと。かつての日本のような成長力を感じ、10年前に現地で会社を設立。その弁護士の法的なサポートがある上、谷さん自身も現地の不動産開発のライセンスを取得したことで、慣れない海外での建設計画を前に進めることができました。ひとたび工事が始まれば谷さん流で現場を統率。グランドフロアの天井が7メートル、もう葉っぱかけると、ね、もう殿自らが出て来ることがもう圧力かけるということが僕の仕事の心情なんで、はい、壁や床、柱など工事の内容ごとに業者を変える分離発注という方法で工事の無駄な時間や費用をカット。自ら現場を指揮する谷さんにしかできないやり方です。さらにこんなところでも、はい、今これアパートを警備とセキュリティの新人の教育です。今これ敬礼の練習ですね。これ非常に大事なんです。あの神戸の谷道場のように日本の空手を徹底指導。セキュリティに力を入れるのはカンボジアで拳銃強盗に遭い空手で撃退した経験があるためです。その時ついたニックネームはジェットリーならぬジェットタニ。お分かりだと思うんですけども、はい、皆さんはジャパンの J だと思ってるんですけども、私のジェットタニのジェットのつもりなんですけどね、まあどちらでもいいかなと。剛腕ジェットタニにある事件が起きます。まあ、隣に今この綺麗なコンドミニアム、33階建てのコンドミニアムを建ってるんですけども、建設会社が中国の建設会社で、まあ、本当に我々ひどい思いを受けたと。当時の映像には複数の男たちが、中国の国旗が堂々とはためきます。彼らは
谷さんのマンションの真横でなんと24時間昼夜を問わない工事を始めたのです。もちろんそんな工事は違法ですが、ヘラヘラと笑うばかり。さらに耳栓にねリボンをつけて持ってきたんですよ。これをお前たちにやると、うるさいと言うならね、耳栓をつけて生活したらいいじゃないかと。でたまたまそれ持ってきた30分ぐらいの間の時に僕がいなかったんですよ。よかったかもわかんないですけどね、絶対殴ってるでしょうね。この業者とはその後裁判を経て和解。しかしその後もあらぬ自然破壊の疑いでテレビ局が会社に押しかけてきたり、全く身に覚えのない容疑で検察庁からたびたび事情聴取を受けたりするなど、日本ではありえないことばかり。そうした問題に正面から立ち向かい、この10年勝ち続けてきたことで今の成功をつかみ取っていたのです。先月下旬の大阪御堂筋、この日谷さんが新たな戦いに臨みました。地上77階建てのタワーマンションということで、もう日本でもですね見たことないものがですねできると。開かれたのは J タワー3の販売セミナー。大阪での開催は初めてです。実はコロナ明けをきっかけに今日本の富裕層が海外投資に動き出しています。その風を知られざるカンボジアに向けさせようとトップセールスに力を入れていたのです。当然、まあ、プロジェクトを、ね、ご購入していただくことが大事ですけれども、まあ、それが伝えられるということが結構、ね、いつも充実感があるんですよ。やっぱ課題とか心配、いやもう何もないですよね。もうやはりもうコツコツやっていくと、前進あるのみというところですよね。問題は当然起きてきますけども、はい、もうそれをきっちりこなしていくということですね。